眼科医の平本です。今日は最新治療として、緑内障の方の眼圧が上がった時に下げてくれる、オートで眼圧を下げてくれるコンタクトレンズについてお話ししようと思います。このコンタクトレンズを使えるようになると、眼圧って上がったり下がったりして、1日の中でずれたりする。で、やっぱりそれって不安じゃないですか。で、それを勝手に探知して、そして勝手に眼圧を下げることによって、平均的な眼圧を下げてくれる。っていう、優れものなので、この話を聞いていただければと思います。それがですね、2022年のですね、論文ですね。ワイヤレスの、コンタクトレンズですね。で、電気的にだいたい眼圧を測って、ほんでもって勝手に眼圧下げてくれるっていう、そういうものになります。じゃあ、これ使えるのかっていうと、まだ使えるわけではないんですけど、今ね、もうすでにある技術の組み合わせなんですよ、これ。で、そこについてちょっと詳しくお話しするんで、最後まで聞いていただければと。じゃあ、これどういうものか。今回の研究についてなんですけども、コンタクトレンズつけるんですよ。で、コンタクトレンズが自動的に眼圧を測定するんです。なので、あなたが起きてようと、食べてようと、運動しようと、寝ていようと、眼圧感知して。そして、高くなったら、自動的にお薬を放出して、眼圧を下げてくれるんですね。ちなみに何のお薬を放出してるかっていうと、アイファガンですね。アイファガンがこれに適してるかどうかは別として、今回の研究でそれを使ってるっていう感じと思ってくださいね。っていうふうに思っていただければと思うんですが、じゃあ、これ全然なんていうかな、未来の話すぎる話なのかっていうと、意外とそうでもないんですね。そして、皆さん、あなたも、心配だと思うのが、例えば、筋トレしすぎて眼圧上がったらどうしようとか、本を読みすぎて眼圧上がったらどうしようとか、すごく心配しちゃうって嫌じゃないですか。これを自動検知して下げてくれるんだったら、こんな安心なことないですよね。で、ちなみに、コンタクトレンズをつけることで、24時間、眼圧を測定するっていうのは、もうこれはすでに日本でも市販されていて、使えます。で、それ具体的にはやっぱりコンタクトなので、なんていうかな、ずっとつけてくるわけにはいかなくて、外したりして、取り替えは必要なんですけど、もう起きてる間も、寝てる間も眼圧が測定できます。お、すごいなと思うかもしれないんですけど、じゃあなんで今まで、紹介してこなかったのっていうと、ちょっとこれ、弱点が1点ありまして、眼圧を、なんていうかな、推測値みたいな感じで測定してるんですよ。つまり、空気みたいのでブシュってやってるとか、そういうんではなくて、だって寝てる間コンタクトがブシュってなったら、起きちゃうじゃないですか。ね、だから危ないし、ね、普段歩いてる時になったら危ないわけで。だからコンタクトの、なんていうかな、圧の電気的な関係で、このぐらいの圧かなっていうのを測定してる感じなんですよ。だから、普通眼圧って何ミリメーター水準中とかっていう測定なんですけど、このコンタクトに関して言うと、こう電気的な抵抗の値が出てくるだけなので、高いな、低いなっていうのはわかるんですけど、じゃあ、高い時のあなたの眼圧が24なのか26なのかっていうのはわからないんですよ。18なのかもしれないし、ただ、いつもと比べると高いな低いなっていうのが大体分かって、でこのコンタクトのいい点というのは寝てる時とか、ふとした時の眼圧が一体いくつぐらいなのかっていうのをこうグラフ化して分かるわけなので、こういう時は高いんだなというのが分かると。ただ問題点がいくつか数字が分かんないからそれを下げるべきかどうかもよく分かんないし、仮に分かったからといってなかなかこう対応が難しいなってことがあって、そんなには普及してないなっていうのが、今現状としてあるわけなんですね。もう一点の技術としては、自動でコンタクトレンズから除光剤っていうんですけれども、お薬が何ていうかな、分泌されるような、そういうものがあるんですよ。チップみたいので埋め込まれてて、電気がこう流れるとこうお薬がふわーっとこう流れるみたいな。ただこれね、何ヶ月分もお薬入れっていうのはさすが無理なんですよ。だから、大体1日2日で、付け替えとかしか多分無理なんですけれども、そんな感じで、ある程度除光って言って、眼圧を下げるようにお薬をするっていう技術もすでにあるんですよ。ってことは、自動的に眼圧を測定する。そして、高めの時にお薬を分泌するっていうメカニズムは、今ある技術をただやるだけで使えるわけです。じゃあもうこれ私にすぐかっていうと、ここにはね、いくつか今後、クリアしなきゃいけない課題があって、1点目は、
その高い時の眼圧を下げることで本当に視野の進行が抑制できるかどうかって今のところよく分かってないんですね。つまり今までがあまりにも眼圧に対する研究というのは雑で、診察に来た時の眼圧を測定して、それが下がると視野の悪化を食い止めるってことは分かってます。分かってるけれども、じゃあ寝てる時の眼圧とか、高い時の眼圧を下げれば、まあ、理論的に考えてどう考えてもね、いいと思うんだけれども、とはいえ本当なのかっていうのはちょっとまだ分かってないっていうところが1点目。2点目は今言ったように、新しい技術の2つを組み合わせてるので、ちょっと厄介ですよねっていうところですよね。で、そこまで厄介なことをして、どこまでメリットがあるのか分かんないって1個目のね、っていうことがあるので、まあ、なかなか特殊な人とか、多分最初は自費、つまり、自分でお金を出してとか、まあ、こういうふうに知っている人だけに、ああ、じゃああなたの場合はちょっと末期なので、リスクがあるから、どこまで効果があるかちょっと分からないけれども、でも寝てる時とか、ちょっと眼圧が高い時に下げるのはいいですよね。じゃあ、やってみましょうか。みたいな感じで、まあ、現実導入されるっていうのが、まあ、一般的な流れかなっていうふうに思います。だから、いきなり保険適用されて皆さんがやるっていうよりは、まあ、こういうところで知った人、または、まあ、積極的にやりたいっていう人がやっていく。まあ、こんな流れになるかなと。まあ、ただ、今回の研究も、まだ、人的に OK が FDA、まあ、アメリカのね、方のね、そっちで OK まだ出てるわけではないので、実際に FDA で OK 出たとかってなったらご紹介します。で、除光剤に関しても、実は、まあ、今までも紹介してこなかったんだけども、目に、なんていうかな、針みたいのを刺してあげて、で、じんわりとお薬が分泌されるっていうのもすでにあるんですよ。で、アメリカでは、実はそれが、人間に使われています。そうすると何がいいかっていうと、目薬刺さないで済むわけですね。お薬ブスッと刺しといて、まあ、だんだん溶けて、眼圧を下げてくれるっていうね。まあ、ただ、目薬、これ動画を見てるあなたは、まあ、目薬刺せますよね。なので、わざわざ紹介してないというか、ね、針刺して、お薬が分泌されるよりもちゃんと目薬するのがいいですよねってことでまだ紹介してないですし、まあ、日本でも、まあ、それが一般的になれば、というかな、使えるようになってきたら、私も紹介しますし、導入もしていくつもりなので、まあ、そこは、後々ご紹介します。こんな感じで、実は、新しい治療、新しい医療っていうのは、まあ、なんとか、細かいのは実はたくさんあるんですよ。で、今あなたはいろんな治療をしていて、それでも緑内障が悪くなってる。まあ、そういうのがあるかもしれないです。でも、それは今の治療ってだけで、こんな、今ある技術をただ組み合わせたことだけでも進行を食い止める可能性が十分あるわけなんですね。特に今回の話っていうのは、今の目薬治療でやっていても十分に、まあ、視野の進行が止められていない人、そういう人に対しては、まあ、朗報になると思うので、まあ、現実問題、まあ、日本で導入されて、さてやりましょうって場合は、またさらに深掘りしてご紹介していこうと思います。まあ、こんな感じで、まあ、毎月ね、世界ではいろんな論文が新しく出てきますので、それは私絶えずアップしていきますので、まあ、ぜひチャンネル登録とベルマークっていうのを押しといていただければと思います。でね、なかなかね、それしたりとか、あとメールマガジンというのは下に概要欄にあるんですけど、登録しとかないと、新しいの見逃しちゃって皆さん全部を見切れないと思いますので、ぜひぜひちょっとそこを知っていただければと思います。今後ともよろしくお願いします。